はい、アトリエグリーンの勝ちです。続きまして、これマサイですけれど、ね、高く高齢になっても高くジャンプができる。ずっとジャンプで競争して、まあ嫁さんを獲得するとかそういうダンスがありますね。で、これはマサイの戦士というヨーグルト、今売ってられてないかもしれないですが、これに憧れた部分でしょうかね。そしてですね、ちょっとこうジャンプを、まあ住宅事情とかいろんなことがあるでしょうから、できない場合もあると思いますが、できる場所に行きましたら、土の場所なんか最高ですね。足、膝を痛めにくいですから、足元とか気をつけていただいて、もちろんアキレス腱のストレッチとかをしっかりしていただいてからですね、こう膝を緩めるだけでもアキレス腱のストレッチになりますし、こう横に伸ばした形ですね。で、やっていただいても構いません。いいですか。呼吸を必ずして息を吐くと、筋が伸びやすくなりますよね。スシヒヘハホ、ここでもスシヒヘハホ、スシヒヘハホ、あるいはスシヒヒヒヒヘヘハハホホね、大変スシヒヒヒヒヘヘハハホホ、片ポーズ先ですけど今伸ばしてみました。そういう風にしていただいても結構です。軽いジャンプをします。はい、ジャンプ50回というのが最近の高齢者のための勧めみたいなのがありますね。あんまり気のいい数字じゃなくてもいいですよ。9とか18とかね、49とか自分の好きな数字で数えてやっていただければ。で、45にしました。 9×5 ですね。まあそんな数字で結構です。はい、あんまり気のいい数字だとなんかやった気になっちゃうんで、やったーみたいにすぐ終わっちゃうんで、まあ、そういうことも大事なんだけど、続けていくってことが大事です。またやりたいなっていう数字にしてください。はい、ちょっとこれ伸ばしてます。体は少しこう回旋してます。力には一つはこう押す力ありますよね。引く力あります。運動ですと、これ今みたいなバーネの運動ですね、一番最初的に。から今度回す運動、回旋ですね。これも力を抜いていけばフンって飛んできます。フンって飛んできますね。スッスッって飛んできます。シッシッって飛んできますね。もちろんスシヒヘハホやっていただいて構いません、ね、それからもう一つはですね、こううねる動きって言うんです。グニョ、一番大きな動きで、お芝居の顔をやってる方はよくわかると思いますが、ね、そうどうしたのとか言ってる時と、どうしたの、ね、こう下からうねる、無知の動きですね。まあ、うねるというよりも無知の動きにしましょうか、ね。バーネの動き、それから回旋、そして無知ですね。はい、あとはまあ僕の持ってるずらすっていう動きがあります。こうずらす。ずらすっていう動きですね。これ武道なんかでもよく使いますね。古武道なんかでよく使って。ずらすっていう動きによって相手を倒すということですね。あるいはトカゲの運動と思ってもらっても結構です。こうね、こうなってこう、形ですね。そうするとちょっと違う力が出てきますよね。まあ、こんな力も、ゆくゆくは使っていただければと思ったりしています。それではここから、発声、ピアノを使って音を、音階、音の自分の広がりっていうものを体にどういうふうに鳴らしていくかっていうのをやってみたいと思います。